どっすい。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マロです。いやー、外出自粛も長いこと続くとしんどいですね。今外もね、すごく暖かくなって過ごしやすくなってきたじゃないですか。ちょっと暑いぐらいになってきましたこれね。まあね、残念ながら出かけることができないとね、ステイホームですよ。でもうすぐしたら梅雨になっちゃうでしょ。今が一番ね、いいお出かけシーズンなんですけどね。本当に早く落ち着いてほしい。で、自粛生活がね、長く続くと男性なんかは特に注意が必要で、ハゲるんですって。やっぱり家にずっとこもってるじゃないですか。で、運動不足になって血流が悪くなるので抜け毛がすごい増えるんですって。ですから今そういった専門クリニックとかに問い合わせが殺到してるみたいなんですけども、まあ、男性にとってはね、ある意味感染症より怖いところでもあるんですけども。ですから、自粛生活でハゲたくない人はお家で筋トレ頑張りましょう。とはいえ僕も自粛生活でね、酒ばっか飲んでますね。なんとかしないと。というわけで僕のチャンネルでは様々なですね、 iPhone のアクセサリーなんかをね、紹介させていただいてるんですけども、こちら新型 iPhone SE ね、先日発売されて購入された方も非常に多いと思います。でね、この iPhone SE のアクセサリーも紹介してくださいというね、ご意見たくさんいただいてますので、今回は当チャンネルでも一番人気のですね、 iPhone ケースを紹介したいと思います。それがこちらでございます。バッシュイ。はい、こちら若者に大人気の iFace シリーズのガラスケース、 iFace リフレクションでございます。はい、こちら iPhone SE 用もですね、発売されてますので、購入してみました。僕もね、過去 iPhone 11シリーズとかでね、紹介させていただいてるんですけどもね、まあ iFace といえばね、これですよ。くびれのあるね、この独特のデザイン、そしてポップなカラーがね、非常に人気のケースでございます。まあ若い方とかね、女性がよく使われてるケースでございます。うちの職場にもね、 iFace のケース愛用してる方たくさんいらっしゃいました。というわけで今回はですね、新型 iPhone SE でですね、 iFace リフレクション楽しんでみたいと思います。それでは iFace リフレクション iPhone SE をちょっと見ていきたいと思います。いやー、このケースね、ほんとうちのチャンネルでもめちゃくちゃ人気なんですよ。紹介したらね、買いましたって人めちゃくちゃ多いんですよね。いろんなモデルでもですね、ぜひ紹介してくださいっていうね、ご意見もたくさんいただくんですよ。はい、こちらが iFace リフレクション、本体でございます。背面はですね、コード QH の、まあ、ガラスでできておりまして、この縁はですね、他の iFace シリーズでも、まあ、同じようなですね、この独特のくびれのあるデザインになっております。そしてこの縁のカラーのね、種類が非常に豊富でですね、自分の本体に合わせたカラーを選ぶこともできます。今回ですね、僕はベージュを選んだんですけども、本体がホワイトなんで、まあ上品な仕上がりになるかなと思ったんですけども、あんまり動画映えしそうな色じゃないですね。はい、こんな感じなんですけども、いやー、ちょっとジミティですね。まあ悪く言うとおばあちゃんの下着色、ベージュ色ね、選んだこと申し訳ない。ただあくまで動画に映えないっていうだけでございます。もうちょっとポップなね、カラー選んだ方が楽しいかもしれない。この独特のシルエットはね、見てたり使ってみたりしててもすごい楽しいんですけどね。そしてケースの内側はですね、このように蜂の巣状の網目柄になってまして、まあこれがね、エアポケットの役割だとか素材のね、強度を高めてくれています。ですからこの iFace のケースってデザインに優れてるのもあるんですけども、防御力もめちゃくちゃ高いんですよね。それも人気の秘訣です。ちょっとね、重さ測ってみたいと思います。iFace のケースって結構ね、側面が分厚いから、まあわりかし重量級ではあるんですよね。はい、こちら 34.5g。 まあ SE のサイズ考えるとやっぱケースの中では少し重たいですよね。ちなみにこちら Apple 純正のシリコンケースなんですけども、 Apple のケースは結構軽いんでね、 18.5g。 周りはですね、同じシリコンみたいな素材なんですけども、やっぱり厚みがあるせいかね、 iFace の方がずっと重たい仕様になってます。それではですね、ドッキングさせたいと思います。ドッキングよいしょ。まあ装着はね、周りのシリコンといいますか、この TPU が柔らかいんでね、装着はしやすいんですけども、はい、取り付けるとこんな感じでございます。おー、うーん、やっぱりポップなカラーの方が良かったかちょっと地味ですねセンスねーな俺。まあベージュなんでね、ちょっと上品なカラーにはなってると思うんですけども、まあ取り付けるとこんな感じですね。はい、背面はですね、非常に透明感のあるガラスになってます。これ背面はですね、その内側に TPU 素材とかが貼り付けてなくて、
本当ガラス1枚なんですよね。ですからこれだけね背面が美しく、まあ、見えますよと、まあ、iPhone のデザインもね、しっかり楽しむことができるんで iFace のケースの中では僕は非常に気に入っております。そして下にちょっと iFace とロゴが入ってるんですけども、まあ、iFace のロゴはそんな嫌味な感じしないですよね。なんかこれがちょっと可愛らしいアクセントになってると言いますか。そしてこの縁の下の方にですねリフレクションと刻まれております。このねスリムな形状がね本当持ち心地気持ちいいんですよね。うん、しっかり手に馴染んでくれる。よく握るねこの真ん中の方はすごくスリムになってますから、まあ見た目ほどそんなにごつくなったぜっていう感じはしないんですよね。ちょっと上と下はねかなり分厚いんですけどね、普段僕らが握るところはスリムになってるので、まあ、よくねぶつきやすいこういった角だとか、まあ、底ですよね、こういった底の面はですねしっかり保護されてる、まあ、安心感のね高いケースに仕上がっております。いやーやっぱりこの透明感はねガラスケースのいいところですよね。こうやってね、刃物なんかで削っても、はい、傷は全然入りません。ただこういった傷には強いんですけども、ガラスの強度がねそこまで高くないらしくて、取り外しにね手間取ったりしたら割れちゃったっていうね、ご意見もありますので、まあ、若干取り扱いには注意が必要ですね。この縁の部分の防御力はすごく高いんだけども、ガラスの部分はですねそこまで割れにくい仕様っていうわけではなさそうなので、まあ、あくまで本体をこういった縁でしっかり守る、そして背面のデザインを楽しむっていうケースに仕上がってますので、もっと防御力の高いケースがいいんだっていう人は通常のね iFace のケースを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕は取り外しの時に割れたっていうことはないんですけど、こういった角をですねしっかりめくってこのケースに負担のないように外せば、こうやってスルッと意外と簡単に綺麗にね外すことができます。取り付ける時もパチンと、慌てて外そうとしてケースを曲げて負担をかけると、まあ割れる可能性がねちょっと上がるんじゃないかな。角をですねしっかり一つずつめくるとですね簡単にケースに負担かけることなく外すことができます。これ参考にしてみてください。それではですね、ケースの細かいところを見ていきましょう。まずボタン部分なんですけども、ボタン部分もですね、このように TPU に覆われていて、まあ柔らかいのでね、非常に操作はしやすいです。はい、反対側の音量ボタンも、はい、このように、硬くは全然ないですね。ボタンの操作は軽快です。そして、まあこの縁がですね、結構分厚いので、見てください、これ。ミュートスイッチはかなりね、奥の方にある印象なんですけど、開口部分がですね、ちょっと広く処理されてますので、まあ親指でも操作はできますね。はい。操作感はですね、そんなに悪くないです。そしてですね、ケースの上部なんですけども、はい、このように超絶分厚い仕様になってます。この上と下が強烈なんだよな。ですからぶつきやすいね角とかてっぺんのね防御力はめちゃくちゃ高いですね。これねそこを見ていただいたら分かると思うんですけども、このスピーカーだとかライトニングがかなり奥に見えるでしょ、ね、それぐらいこの下と上の素材が分厚いんですよね、うん、めちゃめちゃ奥にある、まあ、とはいえ開口部分はね上手に処理されてますので、こういった社外品のねライトニングとかも全然余裕でスポッと入るようになってます。結構ねこういうところの処理が甘いと純正の、ね、ケーブルしか入らないっていうねケースもあるんですけど、まあ、社外品のごついライトニングでも大丈夫ですね。そしてカメラ周りなんですけども、カメラ周りはですねこのように横にですね、切り替えた形になってます。この切り欠きの縁なんかには何もついてませんね、うん、ガラスだけの仕様になってます。でこの背面のガラスパネルはこのカメラのレンズとつら位置ぐらいになってるんですよ。若干この背面パネルの方が高いかな。ですからこの本体部分の厚さはそんなに分厚くなった感じはしないんですよね。ただですねこのケースの縁がですねかなり高くなってますので、横から見るとこんな感じですから、こうやって地面とかテーブルに置いた時にこのガラスの面が接するんじゃなくて、この縁が最初に触れてくれるんですよね。ですからこの背面パネルとかカメラが直接地面に接することはありません。そしてディスプレイ側の縁もかなり高くなってますので、今僕ね2マスのガラスフィルム貼ってるんですけども、それでもですねこの iFace のケースの縁の方が高くなってます。ですからディスプレイ側からデスクとかにね置いても直接画面がテーブルとか地面に触れることはありません。この辺の防御力も非常に高いですね。そしてぶつきやすい角とかですね、すごく分厚い TPU 素材になってますので、こうやって叩きつけても全然本体に衝撃がね伝わってる感じがしないんですよ。ほんとね、なんかゴムボールを叩きつけてるみたいな感じですから、落下の時の本体のダメージっていうのはねめちゃくちゃ軽減してくれますよ。
でケースのこの縁のね厚みはすごくあるんですけども、このパネルの部分はそんなに分厚くないので、はい、このようにですねワイヤレス充電も問題なく使用することができます。ね、iPhone11 と並べるとこんな感じですね。あーやっぱでも明るい色の方がいいね、 iFace はちょっと地味だなカラー選びミスったな今回。まあ、今回プロダクトレッドをね選んだ方も多いと思うんですけども、まあ、赤色同士でね装着するとこんな感じになりますね。可愛らしいでしょ。ただですねキーボードを打つときはやっぱりこのキーボードのある下の部分がちょっと分厚いので少し遠くのキーは打ちにくくなっちゃいますね。こうやってね真ん中を握ってるときはそんなに大きくなった感じはしないんですけども、特に SE は薄型ケースとか裸の状態だとキーボードがめちゃくちゃ片手で打ちやすいっていうね特徴がありますので、ちょっと入力の時にはこの下の厚みが影響しちゃうかな。ここはちょっと気になりましたね。安心の防御力とですねこのくびれのある独特のシルエット、そして iPhone 本来のねデザインを楽しみたい方にはまあおすすめのケースとなっております。このくびれが女性の腰みたいにいいっすよね。女性のくびれとかもねこうやってスレンダーだとあの子孫をね残すのに適した体っていうなんか本能的な欲求があるみたいですよ。ですからそういった生物的な部分でも惹かれてしまうのかもしれないですね。ぜひね新しい iPhone SE で試してみてはいかがでしょうか。というわけですね、こちら新型 iPhone SE で大人気の iFace リフレクション試してまいりましたがいかがでしたでしょうか。もともとシンプルな iPhone がですねちょっとポップな印象になって余計に可愛くなったような感じですね。いやこのデザインとシルエットは僕も本当に気に入ってます。なんかこういう楽しいケースをねつけてるとその使ってる自分も楽しくなるし、その周りの人にもあこの人明るい人なんだなっていう印象をね与えてくれそうなので、あんま重々しいケースつけてるとねあこの人堅物なのかなって思っちゃいそうなところもありますからね。こういったね持ち物を明るくしてですね、まあ、自分だとか周りにですねアピールするっていうのもいいかもしれません。まあ、今回ですねまあ、上品な色になるかなと思ってあのベージュの方をね買ったんですけども、まあもうちょっとポップなカラーの方がいいかな。まあインパクトもあってね使ってる自分ももっと楽しいと思います。この赤のね組み合わせはコメント欄でもめちゃくちゃ絶賛だったんですけどね、まあ、僕も35歳おっさんなんですけども、こういったね可愛らしいケースをつけてねガールズバーなんかに行くと、やだおじさんケース可愛い素敵みたいな感じでねちょっと受けがいいかもしれません。世の中がね落ち着いたらとりあえずこれをつけてガールズバーに行ってみたいと思います。お値段がですね Amazon 価格で3500円、ケースの中ではちょい高めになってます。概要欄にリンク貼り付けてます。他にもカラー非常に豊富なので、皆さんもですね、自分の iPhone に合うカラーを選んで、楽しんでみてください。参考になりましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオキス。